ちょっと聞いてください。本部長です。すいません。今ちょっとトランジェントな状態になってきまして、1号機と3号機の海水系のラインがですね、海水系のラインがですね、止めざるを得ないという状況で、水が供給されないような状態に、になってます。従いましていろんなパラメーターが、割り側に今転じてるんで、名キャップの海水の名キャップ等々今現場でしてもらってますけれども、今後のパラメータの推移によっては緊急にいろんなことをしないといけないんで、一旦体制としてですね、ちょっと対応できるようにスタンバイできるようにしておいていただけますか。各グループ各班お願いします。それで、はい、一番重要なのはヒートシンクということで、海水を系の名キャップをすることで、これ今現場の方に復旧班と消火班と言ってます、消防班と言ってますけれども、あとちょっとパラメーターのが変わったところは、急激に変わったところをぜひよく見てていただきたいと思います。で、はい、その都度報告してもらえればと思います。はい、1時10分に仮設ポンプ停止、はい、